これは腐葉土ですが、まあこういうものを腹土にも使えますので、この赤種膜輪にですね、まあ適当な量を上に置いて、粗雑な枝とかこういうのはのけてですね、あとは軽く押さえるだけで、まあこれで終わりですね。こういうのはあんまり神経質にならないで、さっと土をかぶせておけばいいだけなんですが、ここは奥武蔵千杯きゅうりですね。まあ石ころとか枝とか葉っぱとか残ってるんですが、ちょっと邪魔そうなのだけのけておいてですね、多少粗雑な残植物残さがあっても、まあ私は気にしないで放っておきます。発芽すれば顔は出してきますんでね。そちらはポテトキュウリですね。それから甘長、伏見甘長、これは自家採集したものですね。まあ、なるべく自家採集して自分の持ち種にしていって、その土地のというか自分の畑の在来種みたいに、固定種みたいにしていくのが望ましいですね。まあどうしても持ってないものは種苗店さんから購入して、でそこからまた取れた種を F1 であってもどういう形でか自分の畑に馴染んでいくような格好にすればいいと思うんですね。これは万次郎から取った種ですが、どういうかぼちゃができるのか、まあちょっと見当もつかないんですが、せっかく取った種ですから栽培してみようと思ってるんですね。まあ種の大きさとか厚みですね、そういうのに合わせて腹土の量を決めればいいわけです。まあ、こういうのは何十年も栽培やってると勘で、栽培所に書いてあるように何ミリとかそんな厳密なことはまず考えませんね。畑で4月ぐらいに露地巻きできるものは、このサンルーム内ですと私は3月に巻けると考えていまして、ある程度早めに苗作りしたいものは4月5月に畑で直巻きすれば良いものは、このサンルームで3月ぐらいにですね、まあ、発芽テストなども兼ねてなんですが、サンルーム内で播種して育苗するようにしていますね。だいたい腹土できたと思いますがね、まあ時々
種だけ並べて覆土したつもりになって翌日覆土していないなって気がついて慌てて覆土する場合もありますがね、だいたいできたと思いますね。まだ土はですね、余分に用意してあるんですね。また明日別なものを撒いたりしようと思っていますけれどもね。これはメイフラワーを挿し木してかないが、別な一坪の自分のボロボロのビニールハウスで育てていたら開花したものですね。沖縄ですと露地でもメイフラワーは2月に咲くんですよね。フェブルアリーフラワーですが、まあこれもそれに近いですね。フェブルアリーからマーチにかけてのフラワーですね。こちらは去年開花した拡張蘭、野生拡張蘭の株分けしたものですが、今年も開花してくれそうですね。ここに1本、からここにももう1本出てきていて、今年は2本の開花、高部からの開花を楽しめそうですね。それでこのスンドバチからは根が出ていたので、不織布ポットに腐葉土を入れてですね、根がスンドバチのスリットから出た根が伸びれるようにしてここに置いてあります。まあ、今年開花を楽しんだら次はもっと大きい鉢に植え替えるなり、株分けして植え替えしようと思っていますけどもね。まあ3月は雨が多くなってきますので、外での作業できない日も結構出てきますから、サンルーム内でハシュとか育苗などをできるように、腐葉土、黒土とか、あとまあ不織布ポットとか容器類ですねをある程度サンルーム内に持ち込んで来ておいて、半日のうちの2時間とか3時間とかですね、サンルーム内で農作業できるようにしています。まあ体を使わないと食事もさほどは美味しくありませんしね。なんか腐葉土に植えたこのリーフレタス、2日ぐらいで随分大きくなったような気がするんですがね、気のせいだけではないような気がしますね。去年食べたサンライズソロパパイヤで空中栽培ポットに植えたのは2月は持ちましたね。3月どうでしょうね。まあもうちょっと様子を見てからいけそうならばここから取り出して、あとはボリビアバナナのメリクロン苗を他に移してスペースができたらですね、寝かせ植えして今年大きくしてみたいなと思ってるんですがね。
まあ、明日から1週間ほど最高気温は10度もないような寒さに戻るので、それが終わってから植え替えした方がいいでしょうね。石垣サンゴも、まあ、つぼみはどんどんできてきているんですね。まあ、どれぐらいこれが成長するか、まあ、これも4月ぐらいにならないとどうなるのかちょっと予測がつきませんね。